バンのこらバンのはい、レオンチャンネルです。予約開始になりますよ、バンの買いますよ、これは。プレバンのトップページのど真ん中にゴールドドライブがいますけど、こちらをクリックすると、はい、専用ページ来ますね。超進化体と同等の究極の力を。このように書いてあって、下に行くと、光る、鳴る。変身ベルトデラックス万能ドライバー、ご予約はこちら。お、シフトカー対応って書いてありますから、もしかして個別認識が可能。受注期間は2015年の9月30日から12月18日まで。価格は6480円で発送は2月。セット内容は万能ドライバーとシフトプレス、そしてポイント1、ゴールドドライブの変身音や武器ダッシュ音を収録、さらに必殺キック音が発動。へー、武器ダッシュ音はいい。そしてベルトが喋りまくるバンの博士のセリフを大ボリューム収録。ふはははは、これからはゴールドドライブと呼べ。邪魔するな、裏切り者のデッチ損ないが。罵りまくってますね。取り下ろし音声を30種類以上収録。いいですね。そして別売りのシフトカーをセットして必殺技発動。おー、でも注意書きを見るとシフトカーの識別機能はなくって、どのシフトカーをセットしても同一音声。あ、なるほど、シフトカーシリーズ対応といっても認識はなしなんですね。そして万能ドライバーの機能一覧。あ、これは分かりやすい。セントラルフェイスはドライブドライバーだと複数の LED が回転して各シフトカーに対応した絵柄が表示しましたが、今回は単一の LED のみで、あ、回転しないんですね。そして1種類の絵柄のみ。まあでもテレビ本編でもね、特に表情は変わりませんでしたから問題なくって、シフトカーの識別はなし、音声は商品単体のみで複数の音声が再生可能。はい、 OK です。そして、おお、来た、待ってろよと書いてあるってことは出た。命乞い音声が入ってますね。やめろ、ゴー、言っていいよができると。最高。これ1個買っても、なんか何かの勢いでね、ガッとね、信号アックスがね、当たっちゃう可能性もありますから、2個ぐらい買っておいた方がいいんですかね。まあでも注意書きにはぶつけたり振り回すなど乱暴な遊びはしないでくださいと書いてあります。そして先ほどの情報が書いてあって、サンプル画像はこんな感じ。まずはこちら、予約しましょう。とりあえず2ですよね。はい、予約する。万能ドライバー2つ分と送料を合わせて総合計が13,500円。では注文。はい、レオンチャンネル、不本意ながらもデラックス万能ドライバーを2つポチりました。万能。そしてさらにポチるのはこちら、なんとヘルヘイムの果実がプレ版限定で商品化されました。魅惑的なあの森の果実がタブレットケースになって登場。あ、タブレットケース1個3780円。おー、まあまあしますね。パカッと開けると果肉もついてますね。そして、こういう感じね。ここがパカッと開くことで、中にタブレットを入れることができると。さらに台座もつくのかな？そして商品説明を見ると、おー、カイト。1年経ってもカイトはカイト。インタビューを交えながら説明が書いてあるのかな？4コマシアター。これは飛ばしましょう。サンプル画像を見ると、あ、やっぱり台座もつくみたいですね。そしてこのふさふさの葉っぱと組み合わせることでより雰囲気が出ると。あー、これ100均か何かで買ってくる必要がありますね。こちらも2月発送。1個だと寂しいかな。ハセちゃんとカイトの2人用に1個ずつ買いましょう。あー、でもユウヤとコウタも食べてましたね、そういえば。うん、2個で。あんまね、4つとかあると大変な金額になりますから、2つ予約します。はい、2つ分で総合計が8100円。はい、レオンチャンネル、ヘルヘイムの果実をポチりました。他にも色々予約開始になってて、かなりインパクトがすごいのが、こちら、純金製の仮面ライダー新1号。これはゴージャス。お値段はこちら、839,160円です。サンプル画像はこんな感じ。いやー、これはね、買えません。これは買えない。
さらに特急ジャー関連のプレバー商品が予約開始になったんですが、はい、来ました、特急ジャーのレンジャー機。劇場版の動物バージョンもあって、闇の特急1号もついてます。極めつけは虹の特急1号。本当に全てがラインナップされてて、レンジャーキーセットの本数は驚異の40本。すごっ。定価は 29,999 円で約3万円。予約受付終了は1月4日で発送は3月。もちろんモバイルで検査しても音声はなりませんから、専用の音声ユニットがついてて、こちらにブツッと差し入って回すことで、山口勝平さん、チケットくんですねの音声がなると。特急ジャーも好きですから気になりますけど、どうしようかな。1月4日までありますからちょっと迷います。あとはゴースト関連でこんなのがありますね。仮面ライダーゴースト夢のクリスマスセット、ものすごくゴージャスで、もちろんこれもプレ版限定ですが、セット内容はゴーストドライバーとキャラデコの仮面ライダーゴースト、さらにサンタゴーストアイコン、おー欲しいかも。そしてプレ版限定のオリジナルラッピング袋プラスメッセージカード。へー、サンタゴーストアイコンはボタンの絵柄がこのようになってて、音声は海岸サンタクロース。いいなぁ、早い者勝ち的な感じですかね。一応こんなのが予約開始になってます。はい、またまたいろんなものが予約開始になりましたけど、とりあえずはバンドドライバーとヘルヘイムの果実をポチりました。専用ページを見る感じ、万能ボイスが相当入ってるみたいですから、これは何気に楽しみですね。では今回紹介した各商品ページのリンクは動画概要欄に貼っておきます。以上、レオンチャンネルのポチりました動画でした。バンド